西日本製鉄所倉敷地区で生産されている洗剤を JR 貨物で全国に鉄道輸送する専用の12フィート5トン積み私有コンテナ。倉敷地区の目の前に広がる瀬戸内海の橋と自然を表したデザインは模型などで商品化もされた。岡山県東水島駅にて2008年5月11日撮影。JFE スチール 西日本製鉄所は、広島県福山市交換町一番地及び、岡山県倉敷市水島川崎通り一丁目にある JFE スチールのずく港一貫製鉄所。福山地区と倉敷地区に分かれている。管理業務事務所は、福山地区に所在。日本交換と川崎製鉄の合併に伴い、誕生。出荷岸壁にあるドーム番号。 土内容積立方メートル、2011年5月現在、水島港周辺水島港周辺かつては、川崎製鉄の水島製鉄所であった。三菱自動車工業水島製作所に隣接している、熱縁がついた潜在、暴行2010年2月現在1979年により、水島川鉄祭りとして、毎年11月にイベントを開催している。 芸能人が出演してのライブやヒーローショーなどが行われるほか、倉敷市が将棋との関係が深いことから子供将棋大会も毎年開催される。2015年にはその将棋大会の開催を称えて第22回大山康春賞を受賞した。ありがとうございます。